西川からケースフィーラー、フックショット決まりました。フックしながらしっかりマークについている越谷。さあガルシアどうする、ここで自らジャンプショット、これ決めてきた。自分たちの方に持っていきたい佐賀、ガルシア先ほどと同じような形でフェードアウェイ、ここも決めてきました。面が多かった12、13秒ぐらいシュートを打ってて、なるべく時間も使ってというところも話をされていました。さあ三原のスリーリン、バックボードに当てて決めてきました。三原から山下、そして決まりました。マッキントッシュもう切ったところタイムアウトを取りました。マッキントッシュボール動かしながらという展開ですか。ここは来ました、マッキントッシュ連続ポイント。右からそして左からマッキントッシュ自ら持ち込んでシュートレイアップ。隅田スクリーンを使ってここで打ってきました、ミドル決まった。隅田からファイパプムール、ここはよく決めて、ターンオーバーになった。ジャスミン・ハーファーからここはナイスカット、三原から隅田にスイッチ、そして再び三原へ決まりました。一旦展開します、三原からガルシアへ、そして外に振って決まりました。隅田躍動しています。そしてこの連携ガルシアから一旦三原から隅田にスイッチ、そして外にして徳川が決めてきました。決めてきました。そして徳川のスリー、ガルシアからチェイス・フィーラー、隅田がここでジャンプショット決めた。石川がうまく回り込んでジャンプショット決まった。しっかりスタート、ここは隅田決めてきました。隅田しっかりとマークスイッチしている越谷、チェイスフィーラー中でのイス、マッキントッシュ、山下のスリー来ました。来ています。その中で現在佐賀が4点リード、佐賀のポゼッションとなります。マッキントッシュ持ち込んでシュート、タフショットになりましたが、隅田がスクリーンを使って中に入ってくる、一旦開いて山下、コーナーの隅田から隅田には駒澤がマッチアップ、ジェスティーラーがここでスリー、やっと来ました。ここで越谷のタイムアウト、ディフェンスに合いながらここはよく決めてきました。ジェスティーラー落ちてリバウンド、ここは佐賀が取っている。マッキントッシュ決まった。マークをかいくぐってシュート、リバウンドは佐賀奪った。ガルシア自らドライブ持ち込んでステップを踏んでシュート、ガルシアここでよく決めてきました。ここは入れさせませんでした。リバウンドから佐賀、マッキントッシュ決まった、スリー。リノから
パイパックで、そしてガルシアのジャンプシュート、リバウンド自ら取って決まりました。パイパックヌール、ここはガルシア、一旦ボールを落ち着かせます。佐賀、ガルシアから三原に、ガルシア、ここはナイスパス。